テラダ・ランゼは、日本のアイドル、コラムニストであり、女性アイドルグループ、乃木坂46のメンバーである、東京都出身。身長155センチメートル。血液型は不明。1998年9月23日、東京都で生まれる。幼少期は、壊そうと誤解されることが多く、公園にも行かず一人で黙々と遊ぶような子だった。 小学生の時からアイドル好きで AKB48 の握手会に通っており、握手会で斉藤飛鳥に似ていると言われるようになり、乃木坂46に興味を持つようになった。2013年3月、乃木坂46の2期生オーディションに合格、最終審査では渡り廊下走り隊の完璧具の音を歌った。 二期生オーディションの応募理由は、勉強やスポーツができないなら、逆に他の人ができないことをやってみよう。私を見て一人でも多くの人に希望を与えたり、勇気づけたりできる人になりたいと思ったから。同年5月6日、16人のプリンシパルドゥでお披露目、された。2015年2月22日、乃木坂46サードイヤーバースデーライブで、研究生より、正規メンバーに昇格。 同年3月18日発売のイレブンスシングル、命は美しいのカップリング曲、ボーダーでセンターを務めた。同年11月より、日刊スポーツのウェブサイト内で、ランゼのニュースが止まらんぜの連載を開始した。2016年4月、江藤美彩、北野日菜子と共に、女子野球日本代表、マドンナジャパンの公式サポーターに就任した。 同年11月9日発売のシックスティーンスシングルサヨナラの意味のカップリング曲ブランコで初のアンダーセンターを同年12月7日9日に日本武道館で開催されたメリークリスマスショー2016アンダー単独公演で座長を務めた2017年3月22日発売のセブンティーンスシングルインフルエンサーで初選抜 同じく3月発売の AKB48 の4、セブンスシングル、シュートサインのカップリング曲、誰のことを一番愛してるで、坂道 AKB に選抜された。同年7月には、ファッション誌、メルと可愛い,いファッションブックで、初の単独表紙を飾った。2018年4月25日発売の 20th シングル、シンクロニシティで2度目の選抜入りを果たした。 同年6月及び9月に上演された、乃木坂4 6版ミュージカル美少女戦士セーラームーンでは、セーラー戦士の一人、セーラーマーズ役を演じた。2019年5月29日発売のに、サードシングルシングアウトのカップリング曲、滑走路で2度目のアンダーセンターを務めた。2020年9月23日、22歳の誕生日を迎え、 インスタグラムを開設した。2021年2月27日から放送されている、乃木坂お試し中で、初 MC を務め、同年9月22日発売の2エースシングル、君に叱られたのカップリング曲、マシンガンレインで3度目のアンダーセンターに立つことが発表された。同年9月17日、乃木坂46オフィシャル YouTube チャンネルの動画、 ドキュメンタリーオブランゼ・テラダ予告編で、乃木坂46を卒業することを発表した。同年11月9日、テラダ・ランゼファースト写真集、なぜ忘れられないんだろうの発売が決定した。愛称は、ランラン・ランゼ。一人称は、テラダ・が。名前のランゼは、両親が赤ちゃんの名付け本を参考に命名しており、ときめきトゥナイトの主人公。 江藤ランゼが名前の由来ではない。寺田本人は江藤ランゼのことをとても可愛いロングヘアーな黒髪の女の子と評している。妹と12歳下の弟がいる。今までで一番嬉しかったことは両親の子供として生まれてきたこと。誰にも負けないことは顔の濃さで顔立ちがはっきりしていてハーフに見られがちだがハーフではない。チャームポイントは 眼球で黒目と白目の瞳の比率と白目の色に自信がある。ラジオ番組、レコメンの第7回女性アイドル顔だけ、総選挙で16位を獲得。趣味は、宝塚、洋楽、アニメ。宝塚大劇場へ見に行ったり、当日券のために気温一度の朝から並んだこともある。宝塚歌劇団95期生が好きでごひいきは朝、浅見や 宝塚乙女を読んだとき、浅見に、運命だと思うぐらい惹かれ、新人公演の頃から応援している。父の影響で80年代の洋楽を好み、マイケル・ジャクソン、アース・ウィンド・アンド・ファイアーの、セプテンバー、リック・アストリーの、トゥゲザー・フォーエバー、シンディ・ローパーの、トゥルー・カラーズが好き。喫水のアニメファンで、乃木坂46の二期生オーディションでは、歌のプリンス様、 について語って合格したほど、歌プリの重機音なりがアニメを好きになったきっかけになっている。好きな食べ物はトマト。好きな色は赤色。好きな乃木坂46の曲は気づいたら片思い。センター曲で一番好きなのは滑走路。乃木坂46での夢はスタイルブックを出すこと。好きな言葉はやるからには最高を目指すただそれだけだ。 運動が苦手で自転車に乗れない。特技は、フラフープ。行きたい国はメキシコで特に死者の日に行きたいと思っている。左利き。ひょろひょろくんと呼ばれる小さく細いクマのぬいぐるみが赤ちゃんの頃からの相方である。関西弁のイントネーションになることがある。小学生低学年の時に大阪から転校してきた友人に影響され、気持ちが高まってくると自然に。 関西弁が出てしまうようになった。寺だけではお茶を、チャッス、ポテトチップスを、ポトポトポットス、ヘアゴムを、ちょんちょろリンといった独自の呼び方をしていたが、周りから茶化されるようになり、家族会議の結果これらの言葉は禁止になった。自他共に認める面倒臭い性格をしている。嫉妬深く、ツンデレで、セラミューで共演した、石見恵子からは、 炎と嫉妬の戦士セーラーランゼと呼ばれていた。2017年9月25日放送の乃木坂工事中では将来ずっと独身で移送選挙のメンバー間投票で1位に選ばれ変だからこの人間を拾えるもんなら拾ってみろって感じなんですよと発言している。口下手で不器用なため誤解されやすい反面愛情に深く熱い一面を持つところやまっすぐで 理想に向かって一直線なところが、斎藤明日香や中本姫香か,からも評価されている。ファッション好きで古着コーデをよくしており、白井姉妹が選ぶ、乃木坂のオシャレ番長。翌日にしたい、ファッションが頭に降ってくるので前日に着る服を用意している。服を買う時は店に足を運び、渋谷でも、高円寺でも、一体を一軒一軒巡って自分に合う服を探す。こだわるのは、 サイズ感でシルエットを大事にしている。デザイナーに憧れていて、将来の夢は自分が作った洋服をメンバーに着てもらうこと。渡辺真由の大ファンで、乃木坂46の2期生オーディションを受けていることを AKB48 の握手会で話した際に、絶対受かるよという言葉をかけてもらっていた。2016年のベストヒット歌謡祭で渡辺と会い、名前や趣味。 握手会に通っていたことを覚えてくれていて、嬉しく思ったことがある。加入当初からセンターを目指しており、センターを目指す理由は、勉強も運動もダメダメな自分を変えたい。そんな自分を奮い立たせるため。キャッチフレーズは、ランゼの勢い止まらんぜで押しめサイリウムは、左手に、赤右手に白。にサードシングル、シングアウト、発売記念アンダーライブでは、プチョヘンザの煽りで会場を一つにした。 日刊スポーツのウェブサイト内で連載中のランゼのニュースが止まらんぜは日刊のコラムではセルジオ・エチゴと並ぶ異例の長期連載になっていた。起用の理由を寺田は言葉を持ってる人、自分の目標や野望をはっきりと口に出して言う人なので思っていることを包み隠さず性の意見をコラムにも出してくれると思ったからと担当者は語っている。 乃木坂46内のユニット、サンクエイトワールのメンバーであり、松村さゆり、佐々木琴子、寺田ランゼ、伊藤佳林の4人からなるさゆりん5軍団のメンバーでも、ある。軍団結成時の役職は監督だったが、後に社長になった。乃木坂工事中内で、バナナマンの日村勇希大好きメンバーとして、日村愛を語っている。好きな理由は、人として、格好良く男前だから。 握手会では、ローラメルシエのハンドクリームアンバーバニラを愛用しており、ファンの眼球を採点する眼球占いが人気である。加入当初から佐々木こと子、鈴木彩音、堀美央奈と仲が良い。寺田含む4人は、初期のダンスレッスンで、恥ずかしさのあまり全く踊れずに怒られていて、その時に集まって励まし合ったことが仲良くなる、きっかけになった。1期生では特に、 星野南と仲が良く、一緒にいることが多い。星野曰く、自分の知らない観点から物事を見ているのが面白い。タイプが違う方がうまくいく。三期生では仕立っていた、中本姫香のつながりで、久保しおりと、セーラームーンで共演した、梅沢南と仲が良く、梅沢のことを、梅ピヨ、ピーナッツと呼んでいる。小地坂46坂道、AKB 乃木坂46。 ありがとうございます。